どうも、大悟です。というわけでですね、今回は挫折の主な原因についてご紹介したいと思います。あのね、挫折しやすい人ってね、いろんなもので挫折するんですよ。どうですか？皆さん経験ありませんか？なんか例えば、自分は仕事でもなんかここぞってところで頑張れなかったし、英語の勉強しようと思ってるけどなかなかできないし、投資を始めようというふうに思ってるのに、そういえば全然やってないし、そういえばダイエットもやめちゃったし、ああ、自分、全部挫折してんじゃんみたいなふうに思う方いらっしゃると思うんですが、これ実はですね、あのね、一箇所だけ挫折する人って少ないんですよ、逆に。挫折ってね、連鎖するんです。で、この原因がわからないと、挫折の連鎖って止まらなくて、例えばダイエットで挫折しちゃうと、仕事でも挫折しやすくなったりとかするし、人間関係でも挫折しやすくなったりするし、あるいは例えば、仕事で何か挫折すると、それ以外のプライベートとかもですね、一緒にグダグダになっちゃうんですよ。っていうですね、この挫折の連鎖が、起きてしまう、連鎖的な挫折を止めるにはどうすればいいのかって話を、今日はしたいと思います。でね、このね、連鎖的挫折ってどういうことかっていうと、何かのジャンルで挫折した時に、ちょっと自暴自棄になっちゃって、他のものに対しても、こう、いわゆる自制心とか自己コントロール能力が発揮されなくなるって現象あるんですよ。まあ、わかりやすく言うんだったらそうだな。じゃあ、筋トレをしようっていう風に考えていて、で、朝筋トレをしようと思ってたのに、筋トレし忘れてしまったと。あ、もう今日筋トレし忘れちゃったから、もうダメだなと。うん、もういいや、じゃあ今日はもう昼からもラーメンも食っちゃおうかと。もうどうせ今日ダメだし、みたいな。てかもう仕事もね、なんかね、やらなくちゃいけない仕事があるけど、まあ明日でもいいか、みたいな風にですね、どんどんなってっちゃって、でですね、まあ今ね、あのね、あの自粛が解かれたんで皆さんもお出かけすると思うんですけど、でですね、あの夜にですね、上司とかにですね、お前ちょっと今日飲みに行こうかとか言われたら、もうちょっと明日早く起きてから筋トレやろうと思ってたんだけど、今日できなかったから、まあでもいいか、もう今日ね、は、もうチートデーでいいや、みたいな。ズルズル日でいいや、みたいな風になっちゃって、どんどんズル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 挫折が繋がっていくんですよ。そう、実はですね、人間って正しく対応しないと、挫折が挫折を呼ぶようにできてるんですよ。だから今言った通り、たった一個の挫折しかない人っていないんです。まあ、例えばですよ、これが、じゃあ、スポーツ選手とかが金メダル取れなかったとかっていうのを挫折っていう風に考えるかどうかっていうのはこれ人によると思うんですが、この挫折ってね、止めないとどんどん続いていっちゃうんですよ。だから子供の頃にいじめられて、で、そのいじめられて人間関係がですね、良くなくなってしまったと、挫折したという風に思った人は、それ以降、違うことでも挫折しまくっていくんですよ。対処しないと。で、僕もそうなる可能性がありましたよ。いじめられっ子だったし、あとは、ね、大学受験とかも失敗したし、とかってことがあって、挫折が繋がる可能性はあったんです。でも、いちいちそれ止めたんですよ。違うやり方をして。で、これをどういう風にすれば止めれるのか。で、このやり方が分かれば、挫折は怖くないんです。挫折ってね、一個ぐらい挫折しても、他のことやればいいんですよ。そう。で、僕らの人生って、例えば仕事で挫折しても変えられるし、副業をやるっていう手もあるし、投資っていう手もあるし、ね、いくらでも方法あるんですよ。ね、例えばじゃあ、彼氏との関係で終わっちゃいましたと。うまくいかんせんでした。挫折したと言っても、男なんていくらでもいるわけですよ。っていう風に、挫折ってね、そこで止めれば大した被害にならないです。基本的には。ただ、他のところにも波及しちゃって、どんどん続いていって広がっていくからやばいんですよ。というわけで今日はその挫折の止め方、連鎖的な挫折の止め方についてご紹介します。じゃあ、これまずですね、原因から、紹介していこうと思うんですが、なぜ連鎖的な挫折が起きるのか。もうこれ、まあ、非常に簡単です。心理学ではとてつもなく有名なですね、WTH 効果っていうですね、そうですね、効果が関わってある WTH ですね。はい。で、これね、実はね、過去にもね、YouTube とかニコニコで紹介したことがあると思うんです。ちょっと違った文脈で。これ何かというと、What the hell の訳ですね。What the hell の訳ですね。もうどうにでもなれって時にですね、よく英語で What the hell って言うじゃないですか。そう。どうにでもなれ効果っていうですね、効果があるんですよ。WTH 効果。どうにでもなれ効果ですね。なんかね、そこ、なんかね、こう、なんかこう、ちょっとおしゃれなネーミングだなので、こう心理学とか学者がつけなさそうな名前だと思うんですけど、一応ね、この論文に、もですね、ちゃんと使われるの専門用語なんですよ。What the hell effect ってやつ。はい。What the hell ってやつですね。はい。どうにでもなれ効果ってやつですね。で、このどうにでもなれ効果ってのは、さっき言ったまさに挫折の連鎖を作り出してしまう効果です。例えば、ダイエットで、しようと思って頑張ってるのに、ついついですね、友達に、これよかったらチョコ食べるつってチョコ渡されてて、砂糖いっぱいのチョコをですね、一個食べてしまった瞬間に、午前中に完食食べてしまった瞬間に、あ、もうチョコ食べちゃったから今日はダメだから、もう好きなものをね、ちょっとなんかね、油分を少なくしようとか、炭水化物減らそうとか思ってたのに、もう好きにパスタ食べようとか、もうお菓子とかもうケーキもね、ついについつ頼んじゃおう。今日もジム行く予定だったけども、今日は、完食も食べちゃったし、休みでいっか、みたいな風にですね、一日のですね、意志力は全部ぶっ壊れちゃう。で、脳が暴走してしまって、やるべきことをやらないという状態になってしまうというのが、このもうどうにでもなれ効果。どうにでもなれ効果ってやつですね。で、普通に考えたら、間食でチョコ1個食べちゃったら、
じゃあ、逆に運動量を増やすとか、逆にお昼はサラダランチ、サラダとチキンだけにするみたいなことをすれば、全然取り戻せるわけですよ。ところがね、面白いことに、人間ってこのワッツヘルエフェクト、このも、脳どうにでもなる効果がですね、発動してしまうと、全部ダメな方向行っちゃうんですよ。一個のミスは、そこで止めて取り戻せばいいのに、それが全部に波及して崩れていっちゃうんですよ。で、このどうにでもなる効果ってのは、実はね、あらゆるジャンルで起きるってことが分かってるんです。例えば、お金の使い方とか、あるいはですね、自分の自己コントロールとかにも関わってるっていうふうに言われてまして、例えば、分かりやすい話で言うと何がいいかな。一万円札って皆さん使いにくくないですか？今キャッシュレスになっちゃったんでガンガン使えたりとか、クレジットカードが多いんでガンガン使えますけど、一万円札って崩したくないなーって思いません？なんか、あれ？今日1万円しかねえか、なんかでかいし、これなんか崩すと嫌だから、やめとこうかな、これ買うのとかっていうふうに買わないか、何か物を買わなかったりとか、小物とか、なんかジュースとか買わなかった経験って誰でもあると思うんですが、これ実際正しくて、1万円札ってですね、実はですね、1000円札10枚の時よりもですね、減りづらいんですよ。つまり人間は、1万円札を崩しちゃうと、お金を使いやすくなっちゃうんです。1万円札を1000円札10枚に崩すと、さっき言ったみたいに、うわ、1万円が崩れるのなんか嫌だしなーって感覚がなくなるから、もういいやーと思ってガンガン使っちゃうんですよ。これもですね、もうどうにでもなる効果の、一つのですね、特徴ですね。で、あとは、割れ窓理論って呼ばれている理論なんかも非常に近いです。割れ窓理論っていうのは、街の中のですね、建物のガラスが割れていると、例えばね、犯罪率が増えるんじゃないかとか、そういうですね、研究ですね。つまり治安が悪いというか、その治安がここは悪いですよって指標になってるものがあると、みんなそれに影響を受けちゃって、犯罪率が上がるみたいなやつですね。まあ、元分かりあれですよね。綺麗な道端で、ポイ捨てするのは気が引けるけど、ゴミがそこら辺に落ちてたら、なんか、普段ポイ捨てしない人もポイ捨てしちゃうみたいな、そういうやつですね。はい。つまり、何か、ズルをしたりとか、そのルールが壊れている、自分の自制心が崩壊しているって、たった一つの特徴に左右されて、自分のですね、自制心が崩壊してしまう現象。これがですね、もうどうにでもなる効果なんですね。だからさっき言ったみたいに、挫折するとですね、その挫折が大きければ大きいほど、もう、目標達成できないからいいやってなっちゃって、さっき言ったみたいに、確かに、例えば甘いものを今日は控えるって目標は、朝チョコを1個食べてしまったら、間食でお昼前にチョコを1個食べてしまったら崩壊しますけど、でも、それって、チョコ1個分の崩壊で止めるのか、ね、その後パスタ食って、ラーメン食って、ケーキ食って、みたいな感じの、そういうこう、もう、何千キロカロリーにも及ぶ、崩壊で止めるのかってことは抑えられるわけなんですよ。だから、実際にこの崩壊を防ぐためにはですね、今言ったみたいな、ちゃんと自分がどれぐらいのミスをしたのか、それはどうしたら取り戻せるのか、で、それをもしそこで止めなかったら、どんな影響が将来にあるのかってことを、ちゃんともう一回考えられれば止めれるんですよ。だからね、実はこの、もうどうにでもなれ効果がですね、起きやすいですね、特徴っていうのは二つありまして、一つ目がですね、短期目標に挑んでいるときと、二つ目が何かをやめようとしているときっていうのが起きやすいんですね。つまりこうなんだろう、程度とか度合いじゃなくて、もうできるかできないかがパシッと分かれちゃうような、でしかもこれが今日はできなくても明日頑張ろうとかね、明日ねできない可能性もあるから今日頑張っとこうみたいな風に、こう長期で目標で見たら、普通に人間ってずっと頑張り続けられるんですけど、もう今日だけ、例えば今日だけお菓子を食べないって風に決めたら、もう一口でも食べちゃったらもうなんかね、自信満々に今日は菓子食わなかったぞ俺はって言えないじゃないですか。ってなっちゃうと、もう一個食っちゃったからいいや、もう全部やっちゃえばっていう風になっちゃうんですよ。っていう風に短期目標しか持ってない時、短期目標しか持ってない時っていうのは、人間はですね、もうどうにでもの効果が起きやすいんですよ。はい。で、二つ目の特徴、何かをやめようとするときで、これも当たり前で、何かをやめようと思って努力するのはいいんですよ。でも、たった一個チョコレートを食べただけで、ね、他のケーキとかラーメンとかを食べていいかどうかってことはまた全然違いますよね。そもそも長期目標で考え、例えばダイエットだったら長期目標で考えたら、今日お菓子を食べるか食べないかってことは全然関係なくて、長い期間3ヶ月とか4ヶ月かけて摂取カロリーを減らして体をかっこよくしようとかね、割れた腹筋を手に入れようとか、そういうことを考えてるわけですよ。だから短期目標で今日はこうするってことだけ決めとくと、まあ、今日はいいかなとかっていう風になりやすいんですよ、短期だから。でさらに、何かをやめようとしてる時っていうのは、それがどんな影響が積み上がっていくのかってことがわからないと、もう一回ダメだっただけでもういいやっていう風になっちゃうんですよね。でね、これね、大きな問題は、例えばね、ダイエットとかね、間食しないって決めて、間食しちゃうぐらいだったら、まだ可愛いですよね。それラーメン食ったところで、一日どか食いしたぐらいではそんなに体型は変わらないんで、いいような気もするんですが、これ恐ろしいのはですね、何か一つのジャンルで、どうにでもなれ効果が発動すると、別なジャンルのことでもどうにでもなる効果が出ちゃうんですよ。これがさっき言った挫折の連鎖につながるわけですね。だから、ダイエット中に今言ったみたいなお菓子を食べちゃったら、もう仕事も今日やろうと思った目標も達成できないから、
もういいやとか、瞑想やろうと思ったけど瞑想ももうやんなくていいやとか、っていう風になってっちゃうんですよね。で、勉強、英語の勉強をしようと思ったけど、もう今日はいいやみたいな、今日なんかちょっともう今日はなんか調子悪いからみたいな風になっちゃうわけですよ。だから、一日の最初の方にですね、厳しすぎるですね、なんだろう、習慣とかをつけようという風に思って入れておくと、もうそれ以降のですね、その習慣が全部できなくなっちゃうんです。朝、めちゃくちゃハードのトレーニングをですね、まあ僕とかはまあもうできるようになってるんでやりますけど、それをですね、じゃあやらないといけないという風に思った時に、たまたまできなかったとするでしょ。そうするともう一日中ダメになっちゃうんですよ。だから割とやりやすいものからそういう人は挫折しづらいですね、習慣からつけていく方がいいし、僕いつも言ってるのは習慣の数減らしましょうって言ってますよ。なんでかというと、あんまりにもたくさんの習慣、例えば1日10個も20個ものですね、習慣をやろうというふうに思っちゃうと、20個できなかったらもうダメだから、途中で1個でも挫折したらもうですね、どうでもいいやってなっちゃうんですよ。それよりかは、確実に3つできることをですね、習慣にした方が成果出ますよって話をしたと思うんですけど、こういうところも関わってくるわけなんですよね。だからこのどうにでもなれ効果を防ぐためには、どうすればいいのか。で、どうにでもなる効果が起きやすい状況を避けるにはどうすればいいのかってことが分かってると、挫折の連鎖は止めれるわけなんですよ。で、実際にこれ、US ビジネススクールのですね、研究とかを見てみると、一応ね、どうにでもなる効果を防ぐための方法ってのは主に3つありますよってふうに言われております。1つ目がさっき言った通りですが、長期目標を作るってことですね。例えば、今日は、お菓子を食べないとかではなくて、例えばですけど、じゃあ1週間、お菓子をなるべく食べないようにする。具体的に言うと、お菓子の消費量を、80% 減らそうとかっていう風に考える。80% 以上減らそうとかっていう風にして、ちょっと幅を持たせるわけですね。うん。とか、あとはですね、じゃあ今月は頑張って、例えば飲みに行ったりするあの回数とかを減らして5万円貯金しようみたいな風にですね、貯金目標を立つとするじゃないですか。で、こうやって今月はって立てるよりかは、まあ、1年間で、じゃあ80万円貯金しようとかっていう風にした方が、今日今ちょっと使っちゃったけど、もう1000円使っちゃったから、いいや1万円使っちゃえばってならないんですよ。今日1000円使っちゃったってことは、1年かけてこの金額を貯めるには、どっかで1000円分削らないといけないよな、みたいな風に考えれるんです。だから長期目標ってのは実は自分の頭をクールにしてくれるんですよね。っていうのもあるわけです。長期目標を作りましょうってことですね。はい。で、二つ目。やめる目標はですね、ダメですよって言ったんで、やめる目標をやる目標に変えるというのがですね、いいと思います。よく言いますよね。人間の脳は、禁止を理解できないとかですね、言う人いますけど、まあ、禁止が理解できないかどうかはさておいて、やめるんじゃなくてやる目標に変えた方がいいと思いますね。例えばお菓子を食べないよりかは、お菓子を減らすことによって摂取カロリーを減らすっていうのが、これ目標ですよね。摂取カロリーのカロリー制限をするっていうのを目標にしておいてあげれば、これやる目標になってるじゃないですか。こうすると例えば、今日はチョコレート1個食べちゃったから、その分なんか減らさないとどうしようかなと。あ、じゃあいつも、ね、サラダを食べてるけど、いつもこの食べてるサラダのドレッシングを半分にして、胡椒をかけて胡椒の味で食ってみようと。うん。まあ、確かに油分はちょっと減っちゃうかもしれないけど、でもこれで多分チョコレート分ぐらいは浮かせられるなみたいな風に考えれるわけですね。はい、やる目標に変えましょうってことですね。あと三つ目、これが一番大事なんですが、習慣が続かない人、あとはね、挫折って絶対あるんですよ。で、この挫折を力にできない人の特徴ってのはですね、失敗をね、からね、目を背けようとするんですよ。もっと言うと、失敗した回数覚えてないんです。で、僕はいつもね、皆さんに話す通り、自分の挫折全部覚えてるんですよ。何がダメだった、これやったら、ひどい目にあったとかって全部覚えてるし、記録してるんですよ。で、なんでかっていうと、失敗の記録って怖い気がするんですが、失敗の記録はね、何年か経つと、立ち直りの記録になるんですよ。つまり、失敗から立ち直った回数とか、立ち直った日っていうのを数えるということをするのが、実はこのどうにでもなる効果を防いで、挫折の連鎖を止める一番強力な方法だというふうにこの研究でも言われてるんですね。例えば、貯金中にお金を使っちゃった場合は、今お金使っちまったくそうというふうに思ったので、じゃあ他の部分で使っちゃったお金分を取り戻すにはどうすればいいだろうか、もっと他に無駄なところを探してそれを削るってことをやろうというふうに考えてやったら、よし、無駄なお金を使ってしまったけれども、その無駄なお金を使ったことを発見してもっと削れる場所を見つけることができたから、これはリカバリーしたな、復活したなみたいな風に取り戻したっていう感覚、立ち直ったっていう感覚ですね。で、これを、手に入れることを目標にしてください。そのためには失敗の記録と失敗した回数、失敗した回数と失敗の記録と、そして、失敗から立ち直った、回数を記録するということをやった方がいいんですよね。だから僕も、まあ、過去にね、いろんなね、いじめもそうですし、嫌なことあったけど、全部ね、思いっきりもうリカバリーして余りあるぐらいに、だから僕大体ね、へこんだ後それ以上上に上がるようにですね、頑張ってきたんで、そういう風にですね、こう自分がリカバリーした記憶っていうのが作れるので、これですね、むしろ挫折を止めるどころかモチベーションを上げてくれるんですよね。そうだから、失敗の記録を取ってください。時間が経てば、まあ、自分でね、すぐにね、リカバリーしてもいいし、リカバリーできなくても、しばらく時間が経てば、やっぱり人間で失敗から学んでいくので、失敗の記録ではなくて、立ち直りの記憶になるんですよ。で、この立ち直りの記憶をたくさん持ってる人ってのは、やっぱり前に進む力が強くなると思うので、ぜひですね、試してみてください。というお話でした。はい。なのでですね、ぜひね、いろいろやってみてください。で、あとはまあ、そうだな、目標の立て方で言うと、何種類かの目標にしといてもいいと思いますよ。例えば、今日はお菓子を食べない、または、
夜、その炭水化物を抜くとか、なんでもいいし、うん、例えば、ま、さっき言ったみたいな、じゃあ今日は、間食をゼロにするか、お昼に、ドレッシングじゃなくて、オリーブオイルとバルサミコ酢だけでサラダを食うとか、そういうのでもいいわけですよ。どっちかクリアしたら OK で、これヘミングウェイ方式って僕呼んでるんですけど、ヘミングウェイさんが、いわゆるこう、脚本とか書くときにですね、例えば何ページ、1日10ページ書くみたいな風に決めてるんですよ。そう。なんだけど、書けない日もあるし、あっという間に書けちゃう日もあるんですよ。で、それで彼は、どうにでもやる効果がですね、出ちゃうから、書けなかった日とかね、凹むじゃないですか、頑張っても。だからそれを防ぐために、10ページ書く、まあ、10ページ数は適当ですよ、今。適当例ですから、ね。10ページ、脚本を進める、または、5時間椅子に座るみたいな風にですね、決めてたんですよ。まあ、椅子に座るとか、椅子に座らなくてもいいんですけど、仕事に向かうと。だからつまり、脚本を10ページ分書くか、脚本を5時間書き続ける、考え続ける。このどっちかをクリアしたら1日は OK という風に決めてたんですね。で、これすごいいいやり方で、要するに、あっという間にね、調子が良くて、じゃあ普通は5時間時間取ってるんだけど、30分で10ページかけちゃったって日は、もう終わりで、4時間半分のですね、プラスの時間が自分のご褒美になるんですよ。で、一方で、どうしても、うわぁ、かけないな、悩むなってかけない日もあるわけですよ。やっぱりね、創作活動なんで。そういう日はですね、5時間頑張って耐えて向き合ったら、もうこれ、いやぁ、今日は5時間耐えたなと、うん、OK! みたいな風にですね、時間で、目標達成するってこともできるようになるわけですね。このどっちか、みたいな風にすると、これもうどうにでもやる効果、出づらいので、ぜひですね、そこら辺も試してみてください。というわけでですね、今日はですね、そんな挫折をなくす方法、挫折の連鎖、挫折を引きずるということをなくすための方法について解説しましたが、今日もですね、番組タイトル下の説明欄とこの動画のコメント欄の方にはですね、番組タイトル下の説明欄というのはこの動画のタイトルの横にあるちっこい三角形を押すと出てくる場所ですね。この説明欄と動画のコメント欄の方にですね、さらにですね、挫折を減らすための動画についてまとめてありますので、ぜひチェックしてみてください。今日のおすすめの動画一つ目は、挫折の自己嫌悪をなくす7つのセルフコンパッションという動画ですね。で、これはさっき言った通り、挫折を受け入れて立ち直りの記憶にしていきましょうって話をしたんですが、なかなか自分のネガティブな部分とか挫折をですね、受け入れられる人ってのは非常に少ないわけですよ。じゃあどうすれば自分の失敗を含めて受け入れることができるのか。で、この技術はですね、心理学的にはセルフコンパッションと呼ばれているテクニックが一番いいというふうに言われてますんで、この自分を受け入れるための方法、自分のトラウマというか失敗とかネガティブな部分も含めて受け入れて前に進めたような方法について解説した動画、セルフコンパッションですね。ぜひですね、番組タイトル下の説明欄または動画のコメント欄からチェックしてみてください。そして二つ目の動画は、グリッドという動画ですね。グリッド、諦めない力を手に入れる心理学ということで、さっき言ったみたいに途中で諦めないでしがみついていくことが結構大事なんですよ。で、そういうことができると多少失敗してもいや取り戻せるとかね、お菓子食べちゃってもいやその分ね今日は運動すればいいやみたいな風にですね、取り戻すためにこう踏ん張れるんですよ。で、この踏ん張る力、諦めない力を手に入れるための方法について解説した動画が、グリッド、諦めない力を手に入れる心理学という動画になります。こちらも、ぜひですねチェックしてみてください。あとは今日のおすすめの本です。今日のおすすめの本は番組タイトル下の説明欄の方に入っております。説明欄に入ってるおすすめの本は、一つ目がですね、計画の立て方ですね。長期計画が大事ですよって言ったんですが、さてね、で、計画の立て方って実は立て方をですねちょっと変えるだけで目標達成率が2倍とか3倍とかに結構簡単上がったりするんですよ。だからね、正しい計画の立て方ってなぜかみんな習わないんだけど、めちゃくちゃ必要な技術なんですよ。で、これを科学的に解説してるのが、僕の本、倒れない計画術って本ですね。こちらもぜひチェックしてみてください。あとはさっき言ったね、グリッドの話ともですね、かかってきますけど、やりきる人になりたいと、途中で諦めないでやり抜く力が欲しいという方のためのですね、ハイディ・グラント・ハルバーソンさんの本で、やり抜く人の9つの習慣、コロンビア大学の成功の科学という本ですね。まあ、非常に薄いんですが、サクッと、読めてですね、使える本になりますんで、どこにあったかな、どこにあったと思うんですが、はい、ぜひですねチェックしてみてください。やりきるって方はチェックしてみてください。で、さらに番組タイトル下の説明欄に今おすすめの本も入ってるんですが、僕のですね、オーディオブックが今無料になるキャンペーンをやっております。Amazon で。通常3000円ぐらいするんですけど、オーディオブックって一冊。それが今無料です。しかもね、最近新しい本がですね、また無料になりました。超習慣術っていう風に習慣を作るための本ですが、これがですね、まあ、当然一人一冊なんですが、Amazon なんで、一人一冊だけ無料なんですが、超習慣術とか、超読書術とか、で、あとは超集中力とか、そういったいろんな本がですね、無料に、今なってますんで、一人一冊まで無料で聞けますんで、ぜひですね、興味ある方はチェックしてみてください。無料期間が終わっても一回ダウンロードしておけばずっと聞けるらしいので、はい、ぜひ見てみてください。というわけで、番組タイトル下の説明欄の方からおすすめの動画、そして、おすすめの本、そして、今の僕の無料のオーディオブックですね、ぜひチェックしてみてください。それでは、また次回お会いしましょう。バイバーイ。